めちゃくちゃ前に買ったさ、このバーサスのさ、でっかいタックルボックス、なんで買ったかというと、まあうちは整理が苦手で、うん、結構ぐしゃぐしゃになってまうもんで、同じもん2個とかあったりするし、だから整理しようかなと思って買ったんやけど、いつ買ったこれ、マジで半年ぐらい前ちゃうかな。そうやんな、うん、マジで開けてもなくて、うん、ちょっと初めて開けていこうかなと思っていや、なんか、うん、なかなかこのサイズのさ、うん、ボックスって、うん、どうなんやろ。 YouTube 始めて 4,5 年ぐらい経つけど、うん、初めて買ったから。そうやね、みんなどうなんかなと思って。でも持っとる人もさ、少ないかもしれへんなって思ったのと、うん、あとこんなんさ、なかなか店頭でさ、ガチャガチャ開けれないもんね。代わりに開けてあげようかなと欲しいなって思っとる人もしかしたらおるかもしれないさ、うん、どんな収納できるかとかね。そうそうそう、うん、だってこれいろいろ書いてあるけど、見えるこれ、ブアを興奮させるタックルボックスって書いてあるんだよね興奋しちゃうんだぜこれ。ルアーだよ、ルアーが興奮しちゃうからさ、うん、細かく見ていくわ。はじめまして、これが正面や、うん、開けるわ、うん、開いとるわ。色はカーキ、カーキ、うん、ほら、うん、ちょっとミリタリーっぽい感じで選んでみました。フォルムからいく。まずこのフォルムはいいやろ、この曲線美直線からの曲線で、ここにバーサスって書いて、剥がせるタイプね。剥がせろ、これシールやもんね。剥がせろ、頑張ったら剥がせるな。ここも剥がせろ、頑張ったら。これ綺麗に剥がせるんかな。綺麗に剥がせます綺麗に剥がせたで、開けてこか。うん、なんかダブルロックって書いてあったで、二重ロック。ここが二重ロックシステムやって、こういうことやな。 こうやってやるんだ。こんな感じ、いっぱい仕切りついとって、こうパキって割ってこうして入れていくんじゃない。うんうん、いっぱいほらめっちゃついとる。めっちゃあるな、バカクソ分けれるよ。これは収納の違いがあるな、うん、これもほら縦バージョン、縦バージョンっていうか長いバージョンはこっちでやんな。うん、これ深さもある程度ある、うん、あるんじゃない、うん、スピノベとか行くんじゃないこれ。羽物とかも入る、うん、そこ違うやろ。スピノベとは多分別にあると思うで、場所すごいやん、うん、別にあるなんて。まあ何も持ってないで何も入れないんだけどさとりあえず閉めようか。うん、なんかしっかりしとる、頑丈そうな感じがする。こっちが大きいんか。おお、深い深い。ここがスピナーベイトとかか、うん、それも取れるんや。取れるよ。じゃあ深い一部屋みたいな感じでも使える、うん、そうそう。でこっちにして、なんかここに無駄なスペースとか作ってみたりとかしてみちゃうここはだだっ広いな。だだっ広いな。ワームとかか。うん、ここは、うん、変えれんわ。ここだけや。あ、そうなの。うん、ここ専用の仕切りや。あ、これは何なんやろ。今日の あれや、システム収納サイズってこういうのが入るんや。そう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 。下の段はバーサス820820とバーサス 820NDNDM が最大7個収納可能やと。だからこうやって入れれるんや、そのバーサスの箱を。うん、そう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 、こうやって、うん、で、もうちょっとでっかいやつがここに入るんや。商売上手やな。うん、細かいのも買えと。そういうことやわ。ほんで上がバーサス SFC8 インチシリーズ、なんかわーって書いてあるけど、そういうのが収納可能って書いてある。あ、上にも。うん、なるほどね。あとなんか外側もあるやろ。そう、外側がここがベルト通しでこう、うん、かけちゃえるみたいな。かけんしょあとプライヤーホルダー、プライヤーホルダー穴ね、うん、うん、で滑り止めのゴムが4箇所これか、うん、やっぱ下に置いとっても滑らんよって、うん、なんだその簡易ロックシステムって何だ。ちょっと待ちにせこれがこうなるとロックかかないと。へえ、どこの？知らん。真ん中かな。ちょっと外してみる。うん。真ん中外した状態だったら開きますよね。うん、これがこうなると開かないんですね。ほんまや。すごいですね。完全
に、うん、なものではないんでしっかりロックしてくださいと書いてあるけど、うん、一応あかん。へえ、すごい。で、あーってなった時にガッシャーンってならへんけど、うん、まあ、ここはしっかり一応閉めてねって、うん、すげえやん。すごいね、しっかりしてるなあ、うん、なんで今まで使わなかったんやろな。メイドインジャパンやからな。メイドインジャパン、メイドインジャパン、夢が広がる。そんな歌詞やったっけ。分からへんね、俺も。じゃあなんか入れてみる。出すん大変やねんな。あ、あるわ、新川なら。もうマジで仕込んでたみたいになってるやん。あるわ、新川だけ。新川だけ入れとく。何個入んねん。えげつない量入るで、これめっちゃ入るな。うん、めっちゃ入るわ、新川、うん、今のところ3つ入るわ。いやでもね、ちょっと今度入れ替えよう。入れ替えてみよっか、うんうん、これにこの1軍使うであろうというのを厳選して入れて、うん、でここからちっちゃいボックスに入れ直して、うん、釣りに行く。そうや、うん、こんだけで済むのな。ちょっとあの軽量化、うんうん、なんか貼ろうぜステッカーとか。そうね、うんうん、じゃあまあそんな感じやったわ。しっかりしてます、バーサス。うん、はい、すごいね、うん、しっかりした。一番驚いたのはロックシステムやけど。確かにな、うん、ロックシステムに驚いた、うん。じゃあ初めてあの買ったバーサスのタックルボックスを開けてみたっていう動画でした。ありがとうございました。